どうも、今日はヒデさんの、セミナーを受けました。普段は月1回ぐらいヒデさんのサロンに行ってもう何も聞かずにやってもらってるだけなんですけど、今日はちゃんと理屈を学んで、もう自分でもある程度できるんやってことが分かりました。本当に素晴らしい心理学とかいろんな要素を盛り込んだセミナーでした。もう正直びっくりしました。これから自分の人生を変えるためにさらに男を磨くためにヒデさんの理論を自分のものにしたいと思います。書いてるのはこっちです。でこっちは普段の眉毛です。全然違いますよね。そう、こんな風にちょっと変えるだけで本当に気分も変わるんです。それがすごいなといつも思ってます。